今日朝から仕事だったんですけど、あの帰らないおじさんの仕事だったんですけど、撮影じゃないけど、でそこでなんと誕生日お祝いしてもらっちゃって、誕生日プレゼントもらいました、おじさんたちから。嬉しい。なんか自慢みたいになっちゃってるかな。そうだからメイクさんにメイクしてもらったからね、めっちゃバッチリ。嬉しい。その他にも事務所に届いてたプレゼントとかも受け取ったので、本当にね、荷物たくさん持って歩きた。嬉しかった、また会えておじさんたちに。わあ、だるまいっぱい、ありがとうございます。そうなんです。なんかあとはそのおじさんたちのマネージャーさんとかからもお菓子とかいただいちゃったり、メイクさんからもプレゼントいただいちゃったりとか、ほんと現場での皆さんにお祝いしていただいちゃって超幸せでした。嬉しい、本当に。でまさかのそのプレゼントがお皿、めっちゃ可愛いお皿で、せっかくねこのクッキング選抜のイベントなので、そのお皿使って料理しようって思った。すごくない？たまたまおしゃかわなお皿をいただいちゃった。今日夜やります、料理。家に9時ぐらいかな。メニューは決まった？決めてない。決まってません。ゆるめし食べてないよ。食べてたら配信できないせっかくねちょっと早く着いたからできると思って、ご飯買いに行くか配信するか悩んで配信にした。でも朝ごはんいっぱい食べたからね、まだお腹減ってないけど、絶対お腹減るな。クッキング選抜って何？今ショールームで AKB メンバーがイベントでやってて、クッキング選抜です。とにかく マリアだよ、私マリナじゃないよ、マリアだよ。よく言われるマリアとかマリナとかアなんですよ。よろしく。ねまださ誕生日形式になってんだね、これ。昨日だけど嬉しい、ラッキー。
ナルームはサンリオ仕様になった。いいな。でもバースデーも嬉しい。いやーめっちゃなんかだるまとかタコありがとうございます。すごいみんなめっちゃ料理してるよね。私だってしたいよ、絶対する。今日でもあのお皿を使ってだから悩むな。お、ミナーボールありがとうございます。お皿をねめっちゃたくさんおしゃれな、まだ全部見てないんだけど。食べる配信でもいいみたい。そうだけどさ、私作んなきゃいいな。私は明日も絶対できないし、今日しかない。マリアのオムライスのお皿まだ飾ってる。嬉しい。私のお皿あったね、オムライスの。嬉しい、ありがとう。バースデーイベントあるかな。やりたい。やる気は満々。やる気はね。11月までに生誕祭をしたいよ。生誕祭だけど、11月頭に落語があるからどうだろう。コンサート終わってもあるしな、いろいろ出たいけど劇場。明日から値上げ。そうなの？なんで明日？あ、10月から。なんかさ、すごくない？前なんか値上げの世の中じゃない？最近そうなんだ。でもね、今日買わなきゃいけないもの、日常の生活の化粧水とか柔軟剤とか洗剤とか一気になくなっちゃってね、買わなきゃなんですけどね。絶対今日買う。そう、生活必需品がねなくなったけど、なくなった時に限ってなんかさ、朝から晩までドラッグストア閉まっちゃった時間に帰るとかだから買えなかった。あとトリートメントと、そうなんだね、値上げなんだ明日から。言っていただければ走ります。本当？じゃあ化粧水と柔軟剤と洗剤と、あと何言ってたっけ今。ほら、こうやって忘れちゃうの。そう、何って言ったっけ。化粧水、柔軟剤、洗剤、あ、トリートメントだ。トリートメントはね、もうないが3日続いてね、化粧水は今日で終わっちゃう。そう、やっぱストックしておくべきですよね。ストックしないと。
電車でね移動だと思ったから絶対ねギリギリについて配信できないやと思ったんですけど、まさかのタクシーを出していただいちゃってめっちゃ早く着いた。ラッキー。なんか私がさ現場に 毎日電車とか歩きとかバスとかで直入りしてるのを見ていたあの BSTBS さんとかがすごく優しい、今日も歩いてきたんですか、お疲れ様ですとか言ってめっちゃ優しい。もうなんか小旅行をいつもしてるのが定番みたいになってしまった。プレゼントまでいただいちゃってさ、開けたいけど開けたくないな。他にもねいろいろ見て、かわいい。これはねあのねその現場の方からいただいて、私があの最後の日にみんなにお菓子となんか一言書いた紙渡したんだけど、後ろにねメッセージ書いてもらって嬉しい、嬉しすぎ。かわいい。マネージャーさん、おじさまのマネージャーさんからいただいちゃった。もったいなくて食べれないよこんなの。かおじさんからさなんか素敵なお皿と、あとねお菓子もいただいちゃった。食べようかな。見せないよ。え、なにこれ、すごい大きい声出ちゃった。見せないけど、すぐ食べる。なにこれ、美味しそう。絶対美味しいじゃん。わ、すごい匂い。抹茶かな。食べる配信でもいいんだもんね。いただきます。うん、なんこれ美味しい。抹茶だ。めっちゃ美味しい。食べごっちゃいそう。おいしい。ということでね、今日は朝からハッピーでした。みんなに会えて、お別れかと思ったスタッフさんたちにも会えて、しかも何度もお祝いしてもらっちゃってっていうね、今日の朝でしたよ。で、今からリハして、その後もう一個行って夜料理配信する。何時？9時とかかな。まだね、何作るか決めてない。でも料理して食べてってやってたら結構時間かかるから逆にちょうどいいかもね。今何時ですか？15分経過。あ、じゃあそろそろ終わりにしようかな。で、本当は帰る時間が分かんないんだけど、帰ってあのできそうな時間分かったら言います。お買い物もしに行かなきゃだし、ほんと何にしよう、何作ろう。
ガーリック系最高。サバいいね、大好きサバ。よし、じゃあランキング読もうかな。ジューシー14位、フックポン、ありがとうございます。フックポン。13位、ジップ、ありがとうございます。ジップ。12位、ホアン、ありがとうございます。11位、シンジッピ、ウーマルミア、なんか続きが見えない。グンマニア、ありがとうございます。10位 PKC、 ありがとうございます。9位ねっちゃん、ありがとうございます。8位チャー、グンマニア、ありがとうございます。7位、あれあれ私間違えた。10位、14位ピリ辛、美味しそう、ピリ辛さん、ありがとうございます。13位コバ、グンマニア、ありがとうございます。12位 TKC、 ありがとうございます。11位ねっちゃん、ありがとうございます。10位タッチゴール、グンマニア、ありがとうございます。9位チャー、グンマニア、ありがとうございます。8位赤鼻のソルティ、ありがとうございます。7位シンジッピ、グンマニア、ありがとうございます。6位おやちゃん、ありがとうございます。5位りょう、幕張のグンマニア、ありがとうございます。4位三国屋善次郎、グンマニア、ありがとうございます。3位とち太郎、ありがとうございます。2位タートシマリア、誕生日おめでとう、ありがとうございます。そして1位ソウスケ、グンマニア、ありがとうございます。ありがとうございます皆さん。なんかね、アップデートしたらその SMS の緑のマークは見えたんだけど、名前がね、長くしてくれてる方はね、その名前の全部を見れなくなっちゃった。点点点以降が見えなくなっちゃった、アップデートしたら。はい、おはー、今日も来ました、七瀬です。暑そう、暑そう。あやか来ないかな。あやか、あったの？うん、まだ。じゃあ終わります、バイバーイ、ありがとうございました。またまたゲリラでするかもだし、七瀬来たよ、バイバーイ。